ははいどうもこんにちはもかげですということで2024年一発目の商品紹介を今日やっていこうと思うんですけれどもその商品がこちらです。ジャンウララから発売されたカメラリュックなんですねで去年の2023年にはねあのウランジさんから結構いろいろとお世話になったんであの去年の年末にねこれちょっと入手しまして2024年一発目のね、まあ、商品紹介としてこのカメラリュックっていうのを紹介していこうと思います。 で。 これね、型番っていうのは BP09 っていうモデルなんですけれども実はそれとは別に BP10 っていうね BP10 っていうモデルっていうのもあってあのこの2つっていうのでね結構迷ったんですよどっちに行くのかっていうのがね。であの僕基本的にねカメラリュックっていうのはやっぱ容量の大きさっていうのが重要であの容量がね少ない場合っていうのはねもうあの肩掛けのショルダーとかの方がね、まあ、アクセスもしやすいですしやっぱりカメラリュックはねどれだけこう荷物や機材っていうのが詰め込めるのかっていうのが重要で。 あのそういう点から考えると、ね、BP9 よりも BP10 の方が、ね、容量っていうのは、ね、より大きくてあのこっちの、ね、BP9 の方は容量が22リットルなんですね。で一方 BP 方 BP10 のは、ね、35リットルまで あの,ものが詰められるっていうことでね、まあ、そっちの方を選びたくなるところではあったんですけれどもただね BP10 の方はねここのところにね結構ねデカデカとねウランジっていうね、ロゴが入ってしまっていて、まあ、ちょっとね厳しかったんですね。で、で一方方ね、このの方はね、ここのの BP9 はんな感じで あのここのところにね、まあ、ウランジっていうね、あのタグはあるんですけれども、まあ、そういったこう目立ったブランドロゴとかっていうのもなくて、でしかもまあ22リットルっていうことで、まあ、機材用の、ね、カメラバッグとしてはも,もちろん使えるんですけれども、まあ、日常使いなんかもしやすいサイズということもあって、今回はこう22リットルでも十分だろうと。 ということでこの bp 9をチョイスしましまた裏じの,の BP9 ね簡単なコスペックっていうのを見ていくと、まあ、容量に関してはさっきも言ったようにこう22リットルこの材質に関してはポリエステルで素材そのものが防水生地になっていてでちゃんとねこの辺のこうジッパーとかっていうのもねちょっとわかるかどうかわかんないですけど。 あの止水タイプになっていてここからもね水っていうのは、ね、あんまり入らないような格好になっていてあの雨にも強いバックパックっていうことで,でこのバックパックそのものの重さっていうのは約 1.7kg 中にねこう仕切りとかっていうのもあるんですけれども仕切りなんかを含めて約1 7 k ロっていうことででこのバックパックの耐荷重ねあの詰められる重さっていうのは 15kg とこのサイズ的に言うと、まあ、十分な、ね、耐荷重かなというふうに思います。で このカメラリュックそのもののサイズなんですけれども縦が約 44cm440mm ですねでこの横のところが、mm、340mm34cm と後とからまあ背負った時の、ね、大きさとかっていうのを見てもらおうとは思うんですけれども、まあ、サイズ的に言うとねカメラリュックとしてももちろん使えますしあの日常的なねこビジネス用のバッグとしてもまあいけるかなというふうな感じなんですね。 でこのバックパックそのものの構造なんですけれども、ここのところにまず1つポケットっていうのがあります。ちょっとしたものっていうのが、ね、いられるような形になっていて、でしかもね、これね、なんでしょう、こうソフトシェルみたいな感じになっていて、中に物が入っていなくてもそうそうは、ね、ソープソーは潰れないような、あのそういったこうデザインになっています。であと、このジッパーに関してもね、ちゃんとこの指掛けっていうのがあって、あの開け閉めっていうのがしやすくなっているということですで。あともう1つね、フロントのところにも、ここのところにももう1つ部屋っていうのがあって、 こんなな感じで中がね、開けるようになっていて、いただここもまあメインというわけではなくて、まあ、アクセスしやすいものを入れたりだとか、まあ、小物であったりだとかメモリーカードであったりだとかあとまああのモバイルバッテリーとかっていうのもこの辺に入れられるかなというふうな気がします。 で、ここのところもね、あのさっき見ていただいたように、ちゃんとこう止水式のジッパーになっているんで、雨とかっていうのも入りづらいということなんですね。なので、このカメラリュックね、あの外からアクセスできるものっていうのは、あくまでこうサブポケットっていうような感じなんですね。あのメインの箱っていうのは、全部この、 このね、背面からアクセスするような形なんですけれどもまずその前にねこのバックパネルっていうのもメッシュ構造になっていて熱がたまらないようになっていてでなおかつこのクッションもね凹凸っていうのがあってこの背中への衝撃っていうのを抑えられるようなあの形になっているということなんですねでこのストラップっていうのもね、まあ、かなりこう分厚くなっていてこの生地のところっていうのもエア生地になっていて、まあ、クッション性っていうのがあるんですね まなのでこの背面もそうなんですけれどもこのストラップのところでもね重さ重量っていうのがこう分散されるようなこう作りになっているということなんですね、うん、であと何気にここにはまあ取っ手があるんでね例えばこうスーツケースを取っ手のところにドッキングすることもできますしであとここのところにもちゃんとねこう取っ手っていうのがあるんでこのストラップを持たなくてもこの辺でねあのカメラリュックの移動っていうのがしやすくなっているということなんですねであと このカメラの、ね、底の部分なんですけれども、ここのところに、ね、ここのところにちょっと分かるかな、ここのところにもストラップっていうのがついていて、こういった形でこう三脚とかっていうのを、ね、あの取り付けられるような形になっています。でもちろんこう三脚とかって、このサイドポケットのところにも、ね、入れられるんですけれども、三脚をサイドポケットにインストールしちゃうと。 片側にだけね重さっていうのがかかってしまって結構ねバランスが悪くなっちゃうんですけれどもそこのところに三脚っていうのを取り付けられるんでその辺のねあの重さのバランスっていうのも取れるかなというふうに思いますじゃあねちょっとこれ,、ね、これメインの部屋っていうのを見ていこうと思うんですけれどもこのメインの部屋はねこんな感じでここから開くような形になりますで全部開けるとこういうふうな形なんですねここのとことろに、 まあパネルっていうののストッパーっていうのがここについてるんですね。あのっていうのも、この背中側のところに PC とかっていうのをねインストールする、これまあ16インチぐらいまでなので全然平気で入りそうな大きな仕切りなんですけれども、ここにやっぱりね、PC を入れてると、のこのストッパーがないとね、ガーンとこう倒れてしまったりするんですね。まあ、なので、うそういうのをね、防ぐためにこういう,こうストッパーなんかもあります。そのほかにも、ここにタブレットとかっていうのも入りそうなあのポケットがあったりだとか、 あと小物っていうのを入れるような部屋っていうのもついています。でメインの部屋はこんな感じでもう全部ねあの機材に割り当てるっていうことができていてあのまあこんな感じで今ねそのその辺のものをね寄せ集めてみたんですけれどもまあ、あのミラーレスカメラやデザに交換レンズ2本でこんな感じでウランジのライトっていうのも入りますしジンバルっていうのも入りますしあのマイクっていうのも入るっていうよな感じなんですね。 これでは、ね、まだ全然こう余裕がありますしこういったこうジンバルとかっていうのをねあのサイドポケットにインストールするっていう風になると更、まあ、にあともう1セットぐらいの、ね、カメラの機材っていうのが入るようなあのそういった形になっていてでこういったこう内部の仕切りっていうのも あのタイプっていうのはそれぞれ違うんですけれども全部でこう7つぐらいの仕切りっていうのが入っていてそれぞれ、ね、こう微妙に、ね、あのタイプとかっていうのも違うんで、まあ、組み合わせていけばねあのうまいことやりくりはできるかなとなのでこう容量的に見てもこの22リットルのカメラリュックっていうのを、まあ、フルフルでねこの機材に割り当てられるカメラリュックということなんですねで、あとまあ特徴としてはですねサイドのところここのところこんな感じでまあペットボトルであったりだとかあとまあさっきも言ったようにこう三脚だとかね あのジンバルとかっていうのもここにインストールできるかなというふうな感じですし背負って右側の方向こっち側のところここからはこうサイドアクセスっていうのも可能でここをまあ開けるとですねこんな感じでここからこう直接こうカメラとかっていうのをあの取り出すこともできるちゃんとこうサイドアクセスっていうのも可能なんですね。 でこのサイドアクセス可能な方にもちゃんとポケットっていうのがついているんでまあ機材だけではなくてねペットボトルとかっていうのもここに入れておくことが可能ということですということでざっとねこの辺がねこの BP9 のまあ機能かなというふうに思うんですけれどもまずこのカメラリュックねあのウランジの製品ということもあって、まあ、コスパっていうのがいいんですね、まあ、1万円ちょっとで買えるカメラリュックということなんですよ、まあ、それを考えるとね まあそこまで、ね、大きなものは、ね、求められないかなとは思うんですがやっぱり、ね、実際使ってみるとこの、ね、ジッパーっていうのが、ね、必ずしもスムーズには開け閉めできないって感じなんですよ。あのっていうのも、ね、やっぱり、ね、こういうサイドのところとかにいろんな、ね、アクセサリーっていうのがついていてこの辺が、ね、結構、ね、頻繁に、ね、干渉するんですね。この辺ね、僕が普段使っているカメラリュックなんかと比べると作りっていうのが、ね、甘いかな特にこの辺とかね まあ特にこ,うこの辺とかでここを開けようとするとね、あの必ずねこれがね、干渉してしまうんですね、ここのところで。いちいちこれをこう寝かして開け閉めしなきゃいけないっていう風な感じで、まあ、この辺のこうジッパー周りのスムースさってことを考えると、まあ、値段相応かなという風な感じなんですね。まあ、この点がね、個人的に一番気になったポイントかなと、で実際ね、これを今からちょっとこう背負ってみるとですね、実際背負るとこんな感じ、僕大体174センチぐらいの身長ですけれども、まあ、こういう感じで。 背負い心地っていうのも決して悪くないですし、でこのストラップっていうのもね、やっぱりこうしっかりしてるんですよ。あと、ここのフロントのところではこういう形で、これをしっかりとキープすることもできるということで、あの背負い心地っていうのはね、1万円ちょっとのカメラリュックとは思えないぐらいかなりいい感じです。なので、総合的に見るとね、かなりね、満足度の高いカメラリュックかなと。 いいう,うに思いますというわけで今日はこのウランジから発売されているカメラバッグ DT9 を紹介しましたこちらの商品概要欄にリンク先貼っときますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいというわけで2024年もこんな感じでこうカメラ関係のガジェットも紹介していこうと思いますのでもし聞い,いただきましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは今日はこの辺でお見けでした